今まで一番ビビったことを教えてください。あ、これ聞きたいな。一番ビビった一番ビビったこと。一番ビビったビビったことが多すぎてさ、わかんないよね。なんだろう、一番ビビったことって。ビビったこと。死ぬみたいな、やばい、もう本当にダメだみたいな。あ、それは一回ありましたね。どれ？あ一れあ個だっれ。たかね。ほら。ハワイ行っ起きたて。よ。ハワイ行く前にある検査があって。あった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 。ね。で、俺が行ったうら、わ、一生で一番ビビったことあっあった。たでしこれ言っょ？ていいのかね。な。いや、結果違ったんだからいいじゃないです違か。ったんだけど、俺さ、検査したらさ、HIV だって言われたんだよ。そらちょっビと待って、それって何ですかって、僕エイズですかみたいなじゃん。それはビビるよね。ビビったよ。終わったと思ったでしょ。終わったと、人生終わったと、ね。死ぬかもしんねえし、まあ逆に今死なないから余計つらいなと。だけど確定検査って4つだったらさ、4つとも全部陰性なんだよ。ね。結局違うの違ね。うんですよ、これ。ほんとやめてほしい、あれもう。本当死ぬかと思った俺。死ぬより辛かったかもしれない。相談できないんだもん、何ね。言っいていいや、のあかな、れ、別に。3日か、1週間ぐ2らい空い週てる。間、2週2間。週間ね。すごい人に優しくなったよ。すごい人に優しくなったっなって、こた、れ、本当になった。まあ、そうやね。ビビったって、そりゃそうですよ。ビビるわ、女の。違っただからいいんだよ。そうそう、あ違っれたんですね。よ。何パーセントの確率だと思う？わかんない。98.7から99.3%確実なんだって。じゃあ何、残りの1%か2%に入ったってそれしこかないってことだ。でもアウトだと思ってたもんだし、ああ、やっぱりそうなるんだ。だから街録であんなに何人とやったかって聞かれるんだ。みたいな。それは後付けだけど。でも、違ったんだよ。違ったんですよね。それから何回もやって、この間さ、鼻の手術した時もさ、やっぱ HIV 検査されるわけ。やっぱ嫌なの、なんか。ああ、トラウさマれがあるるだかけら。でも大丈夫だったけど、嫌だよ、あれは。そりゃ嫌でしょ。そんな経験誰もしてないっちゅう。何なんだろうね。だそういうミスが1%あるみたいですよ。ね。